はい、どうも、丹羽です。大黒天の小説、初クリア目指してやっていきたいと思います。マルチだとね、クリアしたことあるんだけど。難しいんだよな、なかなか。まあ、ガキを優先して撃破。こんな感じか？うわ、ミスったし。めっちゃ暗い、めっちゃ暗い。ガキを優先する。よし、ナイス。これもガキ優先。回復は特にせんでええな。倒そう。特に、まあ、SS のためにでいっか。ちょっと配置が微妙か？いけるか？いけんかったな。もうガキですね。アビリティロックはちょっと怖いな。そっか、アンチは危ないんだった。ロックかかったね。まあ、ちょっと回復しながら行こうか。もう倒していくか。倒そう。回復もしっかりできた。ここは回復ができんけえな。ちょっと慎重にガキを倒す。よろしくお願いします。ワープか。ワープ来たな。ワープにはまりたくないな。これちょっとガキ狙えんな。どうしようか。普通に叩こう。これも、こう、ガイドができる。ナイス。あと大黒さんを優先して。回復目指して。どうしようかな。誰を狙えばいいやら。便器やってたいな。左に。うわ。微妙。便器狙い。便器を便器に当てる。よし、ナイス。ああ、抜けちゃった。やっちゃった。ワープが嫌だな。ワープ嫌じゃな。適当じゃな、これ。よし、倒した。回復ができんな、ここ。どうしよう。あと3ターン。ガキ、カンカンできるか？よし、ナイス。
ラファエルにも当てたい。まあ、これラファエルだわ。どう行こうかな。上から行こうか。よし、ナイス。ラファエルで回復。あ、そうだ忘れちゃった。ワープがあるって忘れちゃうんだよな。ラファエル当てる。ラファエル狙う。一回反射させてラファエル。SS も今んとこ使ってないな。いい感じ。ここで回復しておきたいな。ここは回復優先じゃな。うん、もう十分回復できたな。ちょっと狙いなワープがあって、あれカンカンできんかった。よ、ボス戦だ。結構ここまで来んのも確率的に半々ぐらいな、ね、うわ、下におるなラファエル。ちょっとあかんぞ。弁慶のしびれ移動があるけ。弁慶じゃねえわ、大黒天。ちょっと抜けとこう。ナイス。回復しながらだな。回復しながら。外部は結構シビア。ダメじゃな。もうこういっとくか。ああ。ナイスナイス。結構ここで積む系がよく。お、下行くな。よし。回復しながら攻撃。ここも回復しながら攻撃。ああ、やばい。下行っちゃった。下行っちゃったよ。うわ、危ねえ、危ねえ。これが来る。これが危ない。よかった、しびれんで。回復しながら。回復しながら。ちょっと嫌な位置おるな。ラファエルちょっと抜けたいな。ああ、やっちゃった。まあ、まだここの面は倒してもええんか。回復。よし。ガキを倒す。まずは、お、いい位置。ここもちょっと回復
意識しながら。そっか、ワープがあるっか。うわぁ、嫌な位置行ったな。ちょっとラファエルが嫌な位置行ったな。やばい、チョウヒもちょっと嫌な位置おる。回復しながら、おい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 、ダメだよそこは。これも回復しながら、お、なんかラファエルがどうしとる。やった、ビシュヌは無視。またあ、よかったよかった、戻ってこれた。回復意識、うわシビリード、あーラファエルが、うわマジか。あ、よかった回復した。 SS 使っとくか、ここでちょっと使っとこうか。あ、お面倒した、バカ。あ、倒したことになってない、よかった。危ねえ危ねえ、どうしようか、ガキを先に倒した方がいいな。あ、お面倒した、バッカで。やばい、もう行くしかねえ、ガキは無視だ、こうなりゃ。うわーやばい、弁慶で決めてくれ。よっしゃ、初クリア、ナイス。おー、苦労した。ドロップしてくれるかな。おー、ドロップした、やった、初クリア宝珠。オーブ1個か。はい、というわけで大黒天の超絶濃厚スピクリでした。ではでは。